い、皆さんこんにちは、ひでしチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日は1月の17ですね、日曜日でございます。時刻は午後の3時半ですね。いや人が少ないねやっぱね。はい、でまあこういった状況下ですんで、まああまりうろうろすることもなくこうやって広島市内をぶらっとしてるわけなんですけれども、少し前の動画でね、バイク乗りの目の前に何でも使える30万が降ってきたらあなたならどうしますみたいな動画をね上げたかなと思います。でまあ各パターンごとにねこんな使い方があるんじゃないですかみたいな話をしたと思うんですけど、それで終わるとね、なんか宝くじ100万だったらプレステ買ってみたいな小学生と変わりませんので、僕は大人ですからちゃんとねきっちり30万使いましたよ。なので今日は、まあ、その使った内訳みたいなね話をしたいなと思います。はい、それでその、まあ、30万なんですけど、どういうのかな、まあ、きっちり計算機を叩きながらね、はい合計30万っていう計算をしたわけじゃないので、まあ、ざっくりなんですが、まあそう言っても手元にあった30万がね綺麗さっぱりなくなっているので、きっとね使い切ったんだと思います。なので今日はねその内訳をまあざっくりとねお話しできればなと思います。まずはどうしようか、高い方からいこうか。1個目はですね、まあ、バイクとは直接は関係ないんですけど、まあ、こうしてねバイクの動画を編集しておりますので、必要となったものがあって、まず1個目パソコンですね。少し前の動画でもちょっとねご紹介しましたけど、10万円約10万円かのアサスエイスースのパソコンを買いました。それで10万円ね。でその次に高いのは何かな、タイヤかな、タイヤ。これもね動画でちょっと紹介しましたけど、タイヤを前後新品にしました。実際には4万5000円ぐらいだったんですが、まあ、5万円としましょうか。それでさっきの10万と合わせて15万、もう半分ないわ。おいで次がこれもね何回か動画で申し上げましたけど、カメラね、今こうして撮ってるカメラなんですけど、 GoPro のヒーロー7、これがね本体が3万ぐらいで、なんだかんだと周辺機器買ったらもうプラス1万で、まあ、4万、なんでさっきの15と合わせてこれで19万ね。19万じゃろ。で今19万ね。で次4つ目、なんかな、あウェアね、今日も来てますけど、これがまあ3万ちょいでしたけど、まあ、3万円としましょうか。なんで19と3足して22ね、もう残りが少なくなってまいりました。で22で次5つ目、あれ5つ目なんだったっけ、待てよ、パソコン、タイヤ、カメラ、ウェア、あれあと8万どこ行ったのかな。あ思い出した、これねまだ発注はしたんですけど、まだ物が届いてないんですね。なのでそれはねまた別の動画で、まあ、こんなん買いましたよという紹介をしようかなと思うんですが、どうしようか、まあ、あえて言うならバイクの機能パーツ、まあ、走りを良くする、場合によっては走りを楽にするみたいなねパーツをね1個買って、それが4万4000円ぐらいだったかな、まあ、4万にしようか。でさっきの20何だったっけ、22か、22と合わせて26ね。で残り4万なんですけど、これはこのバイクのね車検が今年の3月なんですね。まあ、僕ショップのねメンテパックというものに入っているので、法定費用だけでいいんです
ですが、それでもどんぐらいかな、3万ぐらいかな。うん、これはまだ残してます。まだ車検が来てないので。だからさっきの26と合わせて3足して29か。そんな感じですね、使い方としては。ということなので、まだ届いてないもの、それから今から支払いをするものを含めてトータルで約29万。もうね、使い切ってやりましたよ。もう経済回しちゃった。いいね、楽しい通りやなここ。ただ今は怖いな、さすがにな、あれ系はな。みんな気をつけてね。はい、そういうことなんで、以前ね、動画の中でも申し上げました通り、30万がね、自由に使える30万が目の前にあって、でバイク関連に使うとしたらどんな使い方をしますかという結果が今日ね、申し上げました通りな感じでございました。なので、まあ、バイクに直接関係のあるものをちょっと遠いものを合わせてしっかりね、30万を使いましたというお話でございました。で特にね、無駄遣いはしたつもりはなくて、実際ねこうして身につけてたり使っているものばかりなので、まあ、そういう意味だと必要だったんですね。なんですけど、まあ、僕みたいにね、もうね少ないお小遣いの中でやってる人間にとってはなかなかのね散財でしたわ。もう金がないなった。まあ、今日ご紹介した内容はね、金額的に1000円の単位を切り捨てたり切り上げたりしてますので、正確な数字じゃ、ないので、後でねテロップでも出しておきましょうか、ね、もう正直ベースでこんだけ使うたよみたいな感じで。ただね、僕一つ大きな過ちをしてるんですよね。今かぶってるヘルメット、省エイの Z7 ってやつなんですけど、これもねもうずいぶんかぶってて、ヘルメットってねできれば3年ごとに買い替えろよみたいななんとなくの基準があるんですが、それをはるかに超えて使ってるんですね。としたところに、まあ、ネット情報なんですけど、省エイのね Z8 ってやつが出るよという情報を得て、多分5、6万するんですよね。なんで30万あるけど5、6万は避けておこうと当初ね思ってたんですけど、もう全然もうね使い始めたら舞い上がっちゃってすっかり忘れてしまっておりますので、あれがいつぐらいかな出るのね、まあ、単色が先に出てグラフィックは後からだと思うんですが、それでもね春とか遅くても夏ぐらいには出ると思うんです。なのでちょっと夏までにはねヘルメット代を改めて貯めないといけないですね。それは失敗したなあ。これが噂の出前館か、初めて見たな、ね、これでバイトしてヘルメット代貯めようかな、儲かるんかな。はい、ということで今日は大した動画ではないんですが、目の前にねもし30万あったらあなたはどうしますかという問いに対して、僕はこう使いましたというのをご紹介する動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。